場の皆様、本日はお忙しい中、またお足元の大変悪い中、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより政府拉致問題対策本部、広島県広島市、北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図る広島市議会議員連盟、北朝鮮に拉致された日本人を救う会広島の主催によります、拉致問題を考える国民の集い in 広島を開催いたします。私は本日の司会進行を務めさせていただきます、保木伊織と申します。どうぞよろしくお願いいたします。また本日は広島県ろうあ連盟の皆様によります手話通訳および広島市ようやく筆記サークル折り鶴の皆様によりますようやく筆記が行われます。それでは開会にあたりまして、主催者よりご挨拶を申し上げます。はじめに政府を代表いたしまして、加藤勝信拉致問題担当大臣よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、拉致問題担当大臣の加藤勝信でございます。今日は拉致問題を考える国民集会 in 広島を開催いたしましたところ、雪が降り、また足元が悪い中にもかかわらず、こうして多くの皆さん方にご出席をいただきましたこと、まず冒頭頃から感謝を申し上げたいというふうに思います。また今回この集いの開催にご尽力をいただきました広島県の湯崎知事、そして広島市の松井市長、そして広島市議会拉致議連の8県代表世話人、また救う会広島の安藤会長をはじめとして関係者の方々に心より御礼を申し上げたいというふうに思います。またこの後ご講演ご報告をいただきます救う会全国協議会の西岡会長、そして特定失踪者問題調査会の荒木代表、またこの後歌を披露していただく山口八重様、そして本日ご来場の皆さん方には、日頃から北朝鮮による拉致問題に対して大変な関心を持ち怒りを持ち、そしてさまざまな活動にご協力をいただいておりますことに改めて感謝申し上げる次第でございます。また本日は松本を拉致をされた松本京子さんのお兄様の松本はじめさん、そしてまだ会場にはおいでではありませんけれども、田口愛子さんのお兄様にあたります飯塚茂雄家族会代表、また横田めぐみさんの弟さんの横田拓也家族会事務局長にもご出席をいただくことにしております。広島県におかれましては、これまでも啓発パネルの展示などさまざまな形で拉致問題に取り組んでいただいておりますけれども、今回政府と共催で国民の集いの開催ということになりました。初めてのことであります。拉致問題解決を進めていくにあたって大変心強いご支援を感じているところでございます。北朝鮮による拉致問題は申し上げるまでもなく、我が国の主権、そして国民の生命安全、これを著しく脅かす重大な事案であると同時に、拉致をされた皆さん方の将来を断ち切り、そして家族との大事な絆を断ち切る、人道上も人権上も許しがたい問題であります。安倍総理も常に申し上げておりますけれども、この拉致問題については
安倍内閣の最重要課題であり最優先で取り組むべき課題ということで、全力で取り組ませていただいているところでございます。本日は横田めぐみさんの小学校の同級生である佐々木典子さんにもおいでいただいております。横田さん、ご承知のように横田さんのご家族はお父様が新潟に転勤される前にはここ広島にお住まいでありました。そして引っ越し、新潟に引っ越された後、1977年の11月の15日、めぐみさんは北朝鮮によって拉致をされたところであります。横田めぐみさん、そして松本京子さん、田口八重子さんをはじめとする拉致被害者の方々、そしてご家族の方々とまさに引き離されたのがちょうど40年前、また40年もの年月がこの間残念ながら経過をしているところであります。また広島県では佐々木薫さん、花田明宏さん、白石浩二さん、古川亮さんをはじめ、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない特定失踪者の方々もいらっしゃいます。今も家族との再会を待ちわびておられるわけであります。2002年に5人の拉致被害者の方が帰国を果たして以来、1人の拉致被害者の方々の帰国も実現できていない、そしてまたその道筋も見えていない、まさに我々にとって痛恨の極みであり、また被害者の方、またご家族の方々に本当に申し訳ない、こういう思いであります。こうして長い年月を得る中で、被害者の方、そしてご家族の方も一年一年年を重ね、ご高齢になってこられております。元気なうちにぜひ家族と会いたい、そうした思い、そしてもはや一刻の猶予も許されない、こうした切迫感というものを我々もご家族の皆さんとしっかり共有しながら、全ての拉致被害者の方々の帰国の一日も早い実現に向けて全力で尽くしていきたいと思っております。しかしながら、北朝鮮はこの間拉致問題に真摯に取り組むどころか、ご承知のように核開発、そして20発以上の弾道ミサイルを発射を繰り返すなど、挑発行為を続けているわけであります。こうしたいわば暴挙を断じて許すことはできないということで、国連における新たな決議の採択、あるいは米韓と連携した独自制裁の措置、こうしたことをと、断固たる対応を示してきているところであります。しかし同時に、この日本人の拉致、この問題については私たち日本自身が声を上げ、そして日本政府がその先頭に立って対応していかなければならないわけであります。政府としても対話と圧力、行動対行動、こういう原則に従い、北朝鮮に対する一連のこの圧力、強い圧力、これをてことしながら、一日も早い拉致被害者の方を取り戻していく、これに向けてあらゆる政策を駆使していくという声、こうした姿勢で取り組ませていただいております。また同時に、この拉致問題の解決には同盟国、あるいは国連等、国際社会でスクラムを組んでいくことが大変必要になっております。我が国も国際社会、国連のさまざまな会議、あるいは首脳会談、こういった場を活用しながら、この日本人における拉致の問題、これを提起を続けてきているところであります。先月、国連安保理においては、拉致問題を含む北朝鮮の状況が3年連続で取り上げられております。また国連総会においても、北朝鮮に具体的な行動を促す強い内容の決議、北朝鮮人権状況決議が採択をされたところでありました。北朝鮮に対し、拉致問題を含む人権状況の改善、これを求める明確な国際社会のメッセージは発せられているものというふうに認識をしております。さらに先月、北朝鮮人権侵害問題啓発週間、東京で国内外の有識者の方にお集まりをいただいて、北朝鮮の人権侵害に対する責任の追及、
まあ、これに焦点を当てた国際シンポジウムも、まあ、開催をし、問題解決に向けた議論を深めさせていただきました。まあ、今後も米国をはじめとした国際社会、国連連携協力し、あらゆる取り組みを行っていきたいというふうに考えております。また特に連携を密にしてきたアメリカにおいては、新たに新政権が発足をするわけであります。引き続き拉致問題に対する理解、そして協力を求めていきたいと考えているところであります。本日のこの集会を通じて、皆さんの声が、その思いが一層大きく深くなること、これは拉致問題の解決を促す大きな力になるわけであります。引き続き皆様のご支援、ご協力をいただき、そして皆様方の後ろ盾をしっかりといただきながら、我々も一日も早い全ての拉致被害者の方々の帰国に向けて全力で取り組んでまいりますことを改めてお誓い申し上げて、私の挨拶とさせていただきたいと思います。今日はこうして多くの皆さん方にご出席をいただきまして本当にありがとうございました。本日は拉致問題を考える国民の集い in 広島に、多くの皆様にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。このお集いの開催にあたりましては、ただいまご挨拶をお伝えされたとおり、加藤勝信拉致問題担当大臣にご臨席を賜っております。縁の広島までお運びいただきまして心から感謝を申し上げます。拉致問題、政府拉致問題対策本部、広島市、そして広島市議会拉致議連救う会広島の皆様には多大なるご尽力を賜りました。厚く御礼を申し上げます。後ほどご講演をいただきます救う会全国大会の西岡勉会長、特定失踪者、特定失踪者問題調査会の荒木和弘代表にはご協力に感謝を申し上げます。また拉致被害者田口八重子さんのお兄様の飯塚茂雄様、家族代表、横田めぐみさんの弟さんの横田拓也家族会事務局長、松本京子さんのお兄様の松本はじめさんにも ご出席をいただきまして、感謝を申し上げます。さらに柳田稔参議院議員におかれましては、ご多忙の中ご臨席を賜っておりまして御礼を申し上げます。さて、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権、また国民の生命と安全に関わる重大な人権問題であり、その解決に向けては県民の皆様、ひいては国民一人一人の関心と認識を深めていくことが重要だと考えております。本件ではこれまで啓発パネルの展示や懸垂幕の掲示、アニメーション映画めぐみの上映などのほか、昨年度からは市長と連携をいたしまして啓発パネルの巡回展示の取り組みを行ってまいりました。しかしながら北朝鮮は核実験や弾道ミサイル発射実験を繰り返しておりまして、ストックホルム合意に基づく拉致問題の再調査を何ら進展させないまま、昨年2月に一方的に再調査の全面中止を宣言いたしました。こうした拉致被害者やご家族の皆様の切実な思いを踏みにじるような行為に対して、我々国民は一丸となって北朝鮮に対し拉致問題の即時解決を要求し続けていかなければならないと思います。また北朝鮮が再調査を開始をいたしまして、拉致被害者とご家族が再会できる日が一刻も早く訪れるように政府の後押しをしていただければならないと思います。このため本件では初めて政府との共催によりまして、拉致問題を考える国民の集い in 広島を開催させていただき、国、県、市長、救う会、県民が一堂に会して拉致問題の早期解決の必要性を広くアピールすることといたしました。本日は横田めぐみさんの弟さんの横田拓也さん、
めぐみさんの小学校の同級生であった佐々木紀子さんにご出席をいただいております。昭和52年に新潟県でいらしされた横田めぐみさんはご承知の通り北朝鮮でいらしされる1年前まで広島市に住んでおられました。そこで元気に小学校に通っておられたわけでございます。また政府が認定をした拉致被害者以外にも拉致の可能性を排除できない方が本件にもいらっしゃいます。本日は佐々木薫さん、花田明宏さん、白石浩二さん、古川亮さんのご家族にもお越しいただいております。県といたしましては拉致問題に関する県民国民の皆様の理解の促進のための取り組みを進めて、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国が実現するよう政府をはじめ関係者の皆様と力を合わせて拉致問題の解決に向けて努力してまいります。本日お集まりの皆様方におかれましても拉致問題の解決に向けて一層のご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、私の挨拶と返させていただきたいと思います。ありがとうございました。拉致問題を考える国民の集い広島開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。本日忙しい中多くの皆様にご参加いただきまして本当にありがとうございます。この催し物は日本人の拉致問題に対する国民の関心というものを喚起して世論を高めていくことを目的として政府拉致問題対策本部の主導によりまして毎年国内の各地で開催されてきているものでありますけれども当時広島で初めての開催というものであります。ご存知のように平成14年、北朝鮮は長年否定しておりました日本人の拉致を初めて認めました。そして5人の拉致被害者の方24年ぶりの帰還を果たしましたが残り12名の方これについては未だに安否不明ということであります。具体的には北朝鮮から納得のいく説明がなされていないという状況が続いております。3年前の日朝合意に基づきまして北朝鮮は日本人の拉致被害者に関する調査を始めました。しかしこれもバットであります。昨年の2月北朝鮮からの一方的な調査の中止発表されてしまいました。そして現在に至るまで被害者の方々の帰国はもとより帰国に向けた道筋も見えておりません。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会結成されてから今年で20年になります。この歳月とともにご家族の高齢化は進んでおりますし被害者の救出はこういった北朝鮮の対応そのものプラス時間との戦いということにもなっております。未だ帰国を果たせない被害者の方々そしてその帰国を切なる思いで待ち続けておられますご家族の胸の内を思いますと申し上げる言葉もございません。何とかしなければいけないとこういう状況であります。拉致問題は国にとっても危機の国民的課題しっかりと受け止めております。この解決をはじめとする北朝鮮当局政府でありますね当局の人権侵害問題これも先ほどご紹介ありました国際機関の場で認定されたそういった問題に対処することそして国際社会が挙げて取り組むべき課題という位置づけもございます。こういった一連の問題とりわけ拉致問題の解決に向けてまず我々一人一人がもし自分だったらあるいはもし自分の家族だったらどうするんだろうという立場で気持ちを寄り添った上で共感しそしてそれの問題の糸口を探すという気持ちを持ち続けなければならないと思います。さまざまな対応を試みてもなかなか動かない今の政府当局であります。多くの
国民の方々、市民ベースでは心を通じる温かい要素を私はどこの国でも持っておられると思うんですね。その心を開くための対策何だろうかということを常に考えながら取り組んでいくべき課題かというふうに思っております。我が社におきましてもこの問題が風化することのないように様々な機会を持って啓発をする、まず心の中でこの問題をしっかり受け止める、そして今後とも対北朝鮮という国の問題であります。一自治体ではなかなか対処できない課題もあります。そういう意味では国兼関係団体との連携を図りながら解決に向けての緊急情勢、そして有効な対策を行わしていくという努力を続けていくべき課題であるし、やらなければいけない、そういう問題に至っております。どうかよろしくお願いします。最後に本日の催しが実り多いものとなることを記念いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。今日はどうかよろしくお願いいたします。本日は広島県選出の国会議員2名の方にご臨席いただいております。ここでご紹介を失礼いたしました。国会議員の方にご出席をいただいております。ここでご紹介をさせていただきます。お名前が呼ばれましたらその場でご起立をお願いいたします。参議院議員柳田実様、また広島県選出の国会議員5名の代理の方にご臨席いただいておりますのでご紹介をさせていただきます。衆議院議員河井克行様の代理平野様、衆議院議員寺田実様の代理石澤様、衆議院議員小林文明様の代理座本様、衆議院議員新谷正義様の代理田中様、参議院議員森本慎二様の代理岡田様、以上の皆様でございます。本日はありがとうございます。なお残念ながら本日ご参加は叶いませんでしたが、外務大臣岸田文雄様よりメッセージをいただいておりますので代読をさせていただきます。拉致問題を考える国民の集い in 広島が開催されますことを心よりお喜び申し上げます。大変厳しい状況が続く中、政府は拉致被害者の一日も早い帰国に向けて対話と圧力や行動対行動の原則のもと問題解決に全力を挙げて取り組んでいるところです。拉致被害者の方々並びに拉致被害者ご家族の方々の思いを胸に刻み、あらゆる政策を駆使して解決に道筋をつけるべく努力を重ねてまいります。平成29年1月15日、外務大臣岸田文雄。以上でございます。ご拝聴ありがとうございました。